ありがとうよ。 やんのか？見せてやるよ！やってみろ！頭来いよ！してみろ！
容赦しねえぞ。俺の番だな。やってみろ。俺の番ね。なめんなよ。
また来いよ。よう、新入り。買い物か。 変質者だな。この町はこういうイカれたやつもたくさんいるんだよ。やるぞ。ああ、来てみろ。おい、来た。 よし、行くぞ。
やはりが、学ぽい。ああ、すまん。この辺でなかなか見ない。おっさん、俺は貴重お茶だけ食える。ここが俺の事務所。通称、辻門センターだ。 ただの雑居ビル。さて、辻も、ま、俺は、この、だが、実、だろ。そして、だから、なるほどな。だが、ま、データの、それが、データをし、まあ、どこ、んー、そういう。おい、ちょっと待、なんだ、勘、戦、どうせ、なら、とは言っても、頼む、完成、俺だって、俺、だから、あれ、で、まあ、 さて、あ、なんだ、登録、ああ、じゃあ赤で、赤だな、わかった。よし、さて、え、そう、むちゃくさ、よっしゃー、容赦しねえぞ、俺の番だな。どうして、俺、ほら来い。 とっておいた、おら、おら、ほら、来いよ、ほい、来た、見てろよ、とっておき、逃げるな、今のうちだぞ、行くぜ。 水木さん、終了時間過ぎてるけど。うん、さっさと清掃して売り上げの精算よろしくね。はい、フロント、お湯の出が悪い？お客さん変わるたびに風呂のお湯入れ替えないですかってよ。え、汚い、入浴剤とかでごまかしてよ。うん、洗面台の奥にあるやつ、はい。 乙姫ランドでございます。なんだ、ナロハちゃん。ん？ああ、そう、休むってこと？
で、君確か先々週も生理だったよね。そんなに休まれちゃ困るんだよ。一度病院行って検査を受けてお薬でももらってくれば。生理不順なのか何なのか知らないけど、そんなに休んでたらおやじさんの施設で払えなくなっちゃうんじゃないの？え？早く死んでくれれば楽なんだろうけど、まだまだ生きてそうなんでしょ？ん？泣いてんの？やめてよ！ うちは人生相談所じゃないんだからさ。はい、じゃあまた。あ、体調良くなったらすぐ出勤してよ。はい、じゃあ。ああ、ったくやってらんないね、最近の子は。はいはい、求人の方ね。お待たせしましたね。ダメだ。悪いが俺ここじゃ働けねえわ。同感だな。胸くそ悪すぎる。 お前もそうだろ。はあ、ん？なんだ、あんたら喧嘩売るために会ってきたのか？え？ハロワの親父からは何とか雇ってもらえないかって言われてたんだから。何でもやる根性のある連中だからってさ。あのおっさんが何でもやるって言ったって、こっちにも選ぶ権利はある。まあ、あの神戸って所長には申し訳ないが、 やめとこ。世の中他にも仕事はたくさんある。行こうぜ、春日。おい一番、何やってんだ。早く行こうぜ。さっきの電話聞いてただろう。俺もいろんな風俗店にガサで入ったり、客として通ったりしてきたが、 こいつはクズ中のクズだ。なんだ、暴力か。ケツ持ち呼ぶぞ、ケツ持ち。うちのケツ持ちは清流会だ。泣く子も黙る。横浜清流会だ。それでもいいのか。ここは清流会の島だったか。厄介なことになりそうだな。おい春日、さっさとずらがるぞ。 おい、なんだお前、本当に清流会呼ぶぞ。それでもいいの？働かせてくださいや、店長。あ？何言ってんだお前。見た感じ店員さんが誰もいなくてお困りなんでしょう。こう見えても俺16年くらいこの業界にいたんでね、何でもやりますよ。 なんなら街でキャストのスカウトもやります。どうでしょう。とは言っても他の方たちが。ん？ああ。お、おう。 なあ、おい。 Thank you.
Nah. はい。え、なんだって。はい。え、いや。なんだ。うん。うん。え、うん。うん。あ。な。また。 Thank you.
見てみろ。何の話だ。よし、早速問い詰めようぜ。バカ、素直に恨み気を認めるわけねえだろ。問い詰めんのはこっちが証拠をつかんでからだ。ここは元刑事の言うことを聞いとこうぜ。はいはい、すみません、ただいま満席でして。 いや、待ち合わせなもんでね。菜の葉の前に座ったら、あの男、裏引き相手なのか。ええ、二人の会話が聞ければ証言が取れるかもしれねえな。証言だってこっからじゃ何も聞こえねえぞ。春日、スマホ持ってるな。俺に電話かけろ。 分かった。あ、すみません、ただいま満席でして。悪いが便所だけ貸してくれねえか。クソ漏れそうでよな。いいだろ。はい、どうぞ。 大丈夫ですか。随分と疲れたお顔で。最近体の調子が。早速ですが、まずはお金の件を。今金って言ったぞ。あの男が裏引き相手で間違いねえ。待て。 受け渡しの瞬間を抑えてからだ。なんとか200万。はあ、うん、残り300万。もしも10日後に結婚します。でもやっぱり。まさかお父さんに と言ったのはあなたですよ、今さら。いえ、お願いします。でもそんなに。そうですね、やっぱりわかるでしょう。でも完璧に。はい、でも父も。え<笑>大丈夫ですね。はい。 全てがお父さんもあなたも慣れますから。父に会うことは。それはできません。その方がいい。父を、お願いします。わかりました。さあ、もう行きなさい。 払ったんだ。しかも200万って尋常な額じゃねえぞ。菜の葉さんは何
か事件に巻き込まれてるんじゃ。事件ってどんな？詳しいことは本人に聞いてみるしかねえ。いつだ。なあ、悪い。おいおっさん、謝って済んだら警察はいらねえよな。どうすんだよ、こいつ骨折れちゃってるぞ。なわけねえだろ。すまねえが俺たちは急いでんだ。時間がねえなら金で解決するしかねえよな。治療費として10万ほどもらおうか。付き合ってらんねえよ。じゃあな。当てやこら。邪魔すんじゃねえよ。負けねえぞ、俺の番ね。こっち見ろよ。してみろ。怖い。やめんな。見てろよ。おいよ、よし、行くぞ。逃げるなら今のうちだぞ。逃げ上がれ。見せてやるよ。こっち見ろよ。くわ。やめんな。どうするかね。やめんなよ。おい、なあ、社会福祉法人。おそらく介護施設だろうな。随分と風情のある建物だけど。こいつは確か明治時代に建てられた旧財閥系の銀行の建物だ。何十年も前に広域財団が買収したと聞いてはいたがな。日だまりの城か。気品漂ういかにも高級そうな施設だな。確か彼女は親父さんの介護費用を稼ぐためにソープで働いてるって言ってたよな。うん。ってことは親父さんが入所してるのはここかもしれん。じゃあさっき社店で会ってた男はここの職員か。なんだとすりゃ何の事件もねえよ。彼女はただ親父の施設料を払っただけだ。どんなに高級な施設だからって200万も現金で支払うか。施設の中で渡すならまだわかるが、喫茶店だぞ。まあそう言われりゃそうだが。喫茶店の会話覚えてるか。彼女は
あの男に親父に会わせてほしいと頼んだが、あいつはそれを拒んでた。こちらに菜の葉さんのお父さんが入居してますよね。菜の葉さん、ああ、向こうだ菜の葉さんのことですね。お父様はこちらにご入居ですが、何か。俺ら、その向こうだ菜の葉さんの職場のもんなんだけど、中に入れてくれねえかい。すみませんが、面会は親族のみとなっております。ああ、普通はそうだろうな。いや、面会ってわけじゃねえんだ。実は俺も自分の親父のことで介護施設を探しててよ。菜の葉さんからここが素晴らしいって聞いたんで見学したいなと思ってね。申し訳ございません。当施設では入居契約が完了するまでは内部に立ち入ることができません。え？内部の様子はホームページにてご確認いただけますので、そちらをご覧になってください。質問もホームページからお受けしていますので。見学さえできねえなんて、いくらなんでもおかしいだろExcuse me. Hmm?
Can you tell me how to get to the station? Ha? なんだって? Can you tell me how to get to the station? ほほ、英語か。私、英語ダメね。What? 私、英語ダメなんだってば。英語も話せないなんて、勉強が足りないね。ん? Can you tell me how to get to the station? Go! Straight! And turn right! Go, go, go! Go your way! Believe yourself! Oh, all right, thank you. You are welcome! English 資格検定の賜物だな。ああ。グロー。今は世界。ああそう50そうかいああ無料でまあならぜあへえここはしつさあっ僕がなるほどねそうなんですいや私、本校受付の宮越とも、ね、春日さん、耳の投稿、資格ほうありがとう、大切、いくらいいお前、まあありがとうございます、ご準備がわかったちょっと春日くんさん、無料体験ねそれではどの資格を受験しますかこちらの資格頑張ってくださいねお疲れ様でした。はじめ一やってみて。ミニのそれをもしやうちわに申し訳ない。ありがとう。受けたいコースが分かった。あ、おわあ。もう下ごですが。ちょThank you.
ねんなよ。やるぞ。なめるな。とっておき。ほら来いよ。俺の番か。やってみろ。そりゃ。こいつ。逃げるなら今のうちだぞ。かかってこいよ。これで。なあ、ちょっと。俺の番だな。ザコが。なありゃ。俺の番ね。強くなっちまったか。顔してんな。手加減しねえぜ。よし、行くぞ。あれ？舐めんなよ。ふざけないでください。かかってこいや。行くぞ。いい
の番だな。やってみろ。おい来た。よろしくお願いします。お、おい、何もらったんださあ、風俗か。おいおい、そん、そう、お前がな、先着。もしもし、あ、よっしゃ、はい、おう、治安七番、どうだったんだ。おお、待って、いやぁ、なんだお前。アダチ様ですか。そうだけどよ。お待たせしました、デリバリーヘルプのゲリーバスターホームズです。デリバリーヘルプ、その風俗じゃねえのか。なんなん、デリバリーヘルプは喧嘩のヘルプをするデリバリーサービスです。喧嘩のヘルプ、おい、てめえらさっき、なんだかわからねえか。いい加減しねえぜ。俺の番だな。誰がいいか、やってやるぞ。こいつに決めた。デリバリーよろしく。即死と副上司、このみはサービススタートね。ウィキーネイダリーネイ、またのご利用お待ちしてます。大勝利ってか。さて、とどめです。即死と副上司、お好みは。ごめんなさい。
コーラにて無料キャンペーンは終了です。次からはお金がかかりますが、またのご指名お待ちしてます。お、おう、それでは。一体何だったんだ。さあな。はあ、俺の無料風俗が。デリバリーヘルプか。金はかかるが、いざという時に使うのもいいかもしれねえな。その粉ミルクをよこせって言ってんだよ。痛い目に遭いてえのか。勘弁してください。うちの赤ちゃんが待ってるんです。んなこと知らねえよ。また買えばいいだろうが。こっちは今すぐ粉ミルクが必要なんだよ。そんチンピラが粉ミルク。事情がよくわからんが仕方ない。おい、ん、いや急い、地獄に送ってやんよ。負けねえぞ。俺の番ね。やんのか。してみろ。おい、ほら見てろよ。とっておき。逃げるなら今のうち。ダメんない。おう、はい、ありがとうございます。ん、ええ、うん、いいえ、なあ、ん、お、うん、え、それでは。え？
なあ。大丈夫ですか？何か僕たちにできることは？ん？バーブー、バーブー。すすむちゃんは本当に甘えん坊さんなんだから。はいはい、おっぱいあげまちよ。は？てめえら、粉ミルクを持ってた。あ、悪い、邪魔したな。 お邪魔しました。またんかい、悪い。わしのパラダイスに土足で踏み込んでくるとは、ええ度胸やないけ。この高尚な趣味に水を差すやつは許しておけん。おう、お前ら、あいついてもうたね。へい、ぶっ殺してやるよ。いい加減しねえぜ。よし、行くぞ。じゃあ、行くやね。逃げるなら今のうちだ。おい、おい、行っておきな。してみろ。やってみろ。わしがやしてるけ、こっち見ろよ。なめんなよ、ザコめ。見てろよ。おいおら、また行くや。ふん、俺の番か。やってやるぞ。行くぜ。やるやないけ。勝手に入ってしまったことは謝ります。でも、ああ、はい。なるほど、わしらの鳴き声を、はい、そうと。え、最近水しかすがおしそうか。ミルクの件じゃ。おう、この方たちに。あ、あいや、子供の。マサトちゃん、あなた育児の大変さ理解できてる？え、抱っこ一つ取っても赤ちゃん、うん、せやな、わしらのような。確かにそう言われてみると。それにわしらはなく、そっか、奥さん寝られ、マサトきっと二人だけど、帰ったら。だって僕は、うん、でも無理。無理、あんた。ありがとう。うまくいくと。ま、せ、お、親父、遅くなりましたが、ミルク買ってきやした。おう、ほな、あいつが一人前の父親になった記念に、いっぱい行くとするかな。おう、あんたもどうや。え、俺もか。せや、遠慮はいらんで。それじゃあ一つ、いたって。おうや。おい、ほんじゃ、おお、前ら、おい、ちょ、おい、こっ、
がとうございました。まだいけるぜ。俺の番ね。なめんなよ。俺の番だな。どうするかね。腰が張るぜ。してみろ。やってみろ。
開けてみるか。やったぜ。この鍵で金庫を開け、鍵がねえな。
いらっしゃいませ。ありがとうございました。強くなった気がするぜ。腰が張るぜ。